人間の家畜化できなかった動物、ブチハイエナ。ブチハイエナは頭が良く、人間の残飯を食べてくれるので、一部飼いならされている地域があります。犬の祖先の狼は、人間の残飯を食べることができたため、家畜化できたと言われているので、ブチハイエナも家畜化できそうですが、そう簡単にはいきませんでした。狼は基本的に夫婦を中心とした群れを形成しますが、血縁のないものを受け入れる柔軟性があり、このことが人間社会にうまく溶け込めた理由だと言われています。一方、ブチハイエナの群れは母系中心の血縁集団で、リーダーの子の中で最も若いメスが次のリーダーを受け継いでいきます。この厳しい母系社会に人間が融合する余地は少しもありませんでした。出生率が極めて低く、飼育が難しいのも理由の一つです。あと、見た目やイメージからあまり人気がなかった。